まあ、栃木はハイプレス行きますからね、そのあたりがどこまで続くかというところも鍵ですね、はい、この試合の構図はいわゆる矛盾対決です。逆に言うとそこを仙台の方がうまく活かせれば右サイドの若狭選手も上がれますからね、はい、そのあたりが遠藤選手のポジショニングがポイントですね。矢野木翔が落としたボール、うん、そして福森のヘッド、ここは集めていったのは瀬沼です。大谷から矢野、くさびを受けて福森、シュートがある、ここから打ってきた、パンチング、こぼれ、黒崎左足で打ってきましたが、もう一度黒崎、ボール来る、落として上田のシュート、得意の右足、遠藤のボール巻いてきて越えて、こぼれたボール反応して中島、中島折り返し、速いボール決まった、若狭のゴール、中島からのボールを合わせて若狭、まあ、遠藤選手のこのキックのセカンドボールでしたけどね、まあ、中島選手がうまく反応して、まあ、ここ自分で運んだことが良かったですよね。そして栃木の選手がディフェンスラインを上げたところ、キーパーとディフェンスラインの間のスペースをうまく見ましたし、これ上のボールはね、栃木が強いですから、それをあえてグランダーのボールで流し込んだこと、そして若狭選手がうまくそこに反応しましたよね。このシュートも難しかったと思いますけども、うまく一回引きながら、それでボールが出る瞬間に飛び出したところ、これの反応と、まあ、キーファーの河原選手が届かないところにうまく流したところ、まあ、非常にいいゴールだったと思いますね。素晴らしかったですね。若狭が前のスペースに見ながら、若狭ダイレクト中、ヘディング、加藤パンチング、河田ここはよく反応しました。さあ今度は右のコーナー、仙台キッカーもちろん遠藤、中央のボール、なんとか防いだ川田。後半の41分、コーナーキック、遠藤、ニアサイド流れてシュート、いった、追いついた、逆転、ここで逆転、皆川、ゴール前の混戦振り抜きました、皆川。